はい、ミッキ仕様のキムコバイタリティ50当たりました。前回ブリバリだぜ。おめでとうございます。ありがとうございます。なんと慶三さんが当たりました。法定速度守んないとね。法定速度30キロだからね、うんうん、ここにこうやって赤テープ貼っとかないと。赤テープかそれで、あの、まあ、さっきの書類で市役所でナンバーはすぐ取れるので、はい、 ナンバー取ったら、あの、自賠責は自分で入ってくださいね。コンビニで入れるんだよね。コンビニで入れる、うんうん、そしたらもうシール貼れば乗れるので。はい、じゃあ大事に乗ります。はい、まあ、なんかあったら連絡ください。はい、うん、ではありがとうございました。また、次5000人でバイクプレゼントやるので、皆さんよろしくお願いします。よろしくヒートマンになる。指大丈夫かな。あ、大丈夫です。慶三さんのエアコギガバメント、これはうちが作ってるんですよね。金属塗装、あ、自分で慶三さんが自分で作ったのかも。で、これは、GTF グリップの慶三ゴールドで、壊れたと、コッキングができないということなんですけど、ハンマーを起こせばコッキングできるんじゃないのって言ったらできる。で、ありがちのここの棒がないとハンマーを押せないのでコッキングができないけれど、ハンマーを起こしてからコッキングすればコッキングができるというエアコキガバメントのあるある症状で、ここはもう交換するしかないので、うちの新品パーツと交換します。GTF スプリング、あ、結構ね、ここですね、この棒、これがよく折れちゃうとコッキングができなくなる。これスカスカなので、ピストンカップをこうやって広げます。広げて、これじゃね、さっき油拭いたので、で、すると、もう動かない。ギュッと止まる。はい、機密 OK。これはこの四角い大きい方が上。左右引っ掛けて、スライドはめたらスライドをして、穴の位置を合わせて、スライドストップを刺したら、こことここのハンマルを合わせて、これで OK です。ちょっと、はい、慶三ガバメントでした。修理完了。どう？完璧です。OK だね。ありがとうございます。まあ、途中で落としたら拾ってって。もう、そう、もうぶん投げてっちゃう、そしたら。ダメだよ。ミッケちゃんのシール貼ってあるんだから。わかるね。てか YouTube で今載せてるから、あ、これ慶三のだっつって、このバイク慶三のだっつって、Twitter 大荒れみたいな。俺のものは俺のもの。じゃあ慶三さん、当たっちゃったってことは、もうこれうちの原付ツーリングに参加するってことだよね。ね、参加したい。いっぱいあるからね。とりあえず来週、いや来週15日は米沢さんの練習ツーリング。今月は無理だよ。今月は10月だね。10月だね。え、10月 ?9 月は全部予定入っちゃってるんだもん。10月は原付草津一泊ツーリングがあります。あ、はいはい、9時間ぐらいかかるよ。あ、まあ、そうだね。慶三さんならいけるか。まあ別に大丈夫だと思うんだけど、飽きちゃうな。でもな、まあ原付だとね、難しいよね。いや、俺ジェットヘルで行こうかな、タバコ吸いながら。俺なんか繁忙で行くよ、うん、30キロだからさ、火種だけ自分の顔にかかんないよ。
まあまあ原付ツーリング行きましょう。行きましょう行きましょう、ぜひ。はい、ではありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大事。はい、じゃあ気をつけて。おい、お疲れ様。お疲れ様です。じゃあ皆さんおかげさまで無事に引き渡しが済みました。ありがとうございました。武藤さんはあれキャブやっちゃって下まで行くの、うん、頑張ってっていうかあれキャブ運もあるけどトラックないと手で回せない。あ、そうだよね、分かった。はい、今日は日曜日でまあプレゼントバイクの引き渡しぐらいしかなかったんだけど、いろいろちょっとバイクいじったりだべったり、まあまったりした日曜日でした。まったりのテッサンが来たのでお疲れ様でした。お疲れ様です。またあれだね、涼しくなったら、ね、撮影したり裏山サバゲとかも。ちょっとまだ暑くて日中ここで何かやるのはきついねという感じでした。ではまた涼しくなったら遊びましょう。バイバーイ。はいはい、はい、どうも、マタイナテツです。今回はですね、こちら福袋なんですけれども、2024年新春サムライ福袋1万円のランチャー福袋ですね。ランチャーランチャー、まさかランチャーだけなの？いや、ランチャー以外にもいろいろ入ってるはずです。でこちらをですね、ちょっとうちのチャンネル、ま、あの開封が全然間に合っていないのであの熊沢さんのところで開けていただくことになりました。僕と成美さんで開封動画撮ります。なのでこちら、あの、車来ちゃった。はい、じゃあ受け取りました。じゃあやります。いやー、うまかったね、ここ。美味しい。久しぶりに美味しいチキンカツを食ったよ。カツのカツが柔らかいってやつ、うん。お肉は柔らかいし、サクサクだし。美味しい。俺ね、うまくないチキンカツはいっぱい知ってるんだよ。ちょっと動画では言わないけれど。はい、これは大当たりだ。もう多分何食ってもうまいだろうね。また来ましょう。パフェがミニだけどミニじゃないですもんね。すごい昭和な感じ。いいっすね。ボリュームもあってうまい、うん、レストランカツミでした。また行きましょう。はい、今日は散々いろいろあって最後は並木湯で渋谷さんが湯あたりしました。死ぬ寸前でした。聞くでしょう、ここはやばいです。で今日のレストランもよかったので、レストランで並木湯というコースまた来ましょう。他の人も連れてこよう。で飛び入りの榎本さんです。来ちゃいました。はい、30分ぐらいで来たね。そうね、すごいね。安全運転ですよ。実に安全運転。法定速度内でぶっ飛ばしてきました。ね、もう大変です。これからラーメン。これからちょっとディナーに。じゃあ次回は一緒になんだっけ、カツミレストランカツミに行きましょう。では今日は解散です。お疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。長い一日でしたね。あ、ごめん、電池が切れちゃった。